こんにちは、今日はですね、水墨画とか、まあ、書道とかも好きなんですけれども、たまにアクリル絵の具で絵を描いています。今日はその様子をちょっとお送りしたいと思います。まず緑、ちょっと緑の色んな緑を混ぜて、森の様子を表現していきます。絵は、まあ、中学生ぐらいの時から描くのは大好きでした。最近もちょっと時間があると、まあ、気が向いた時とかに結構描いてます。今ちょっと何を描いてるかよくわかんないと思うんですけど、ちょっと緑もね、いろんな緑が無駄なく、まずは緑の木の葉っぱの様子、まずはそこを描いています。ちょっとこの白い部分がなくなるまでちょっと時間がかかるので一旦切ります。だいぶ緑かけてきました。そこで今度はですね、木の幹を描いていきます。黒と、ちょっと茶色を混ぜています。森の中の、木を下から上に、上の方を見て眺めてる様子ですね。ちょっとそれが表現できればいいなと思ってますけど。
と木々をこうやって、書き込んでいきます、木が書けました、そしてここに日の光を入れていこうと思います。ちょっと緑が濃かったかな。トップを厚めにして、日の光に見えるかな。ちょっと透けちゃうな、金色だと。どうしよう。金色。ちょっと分厚くしてみます。あ、ちょっと光っぽいくなったかな。木漏れ日な感じが表現したかったんだけど難しいな。じゃあこれはさらにこの辺、木の先端とかはねきっと葉っぱがついてるのでぼかしていきます。
じでしょうか。はい、書けました。ちょっと夏の森の中、あ、ちょっと待ってよ、この木漏れ日を緑でこうすれば、ちょっといいかな。はい、書けました。20分ぐらいで書けましたね。森の中の木漏れ日の様子です。下手ですが、なんか、絵はね、ちょっと気分転換になります。はい、今日はちょっとお絵かきの様子をお送りしました。それではまた。